皆様おはようございます。8月の7日土曜日のただいまの時間は朝5時の17分です。ここは広島県の三原市です。起きたのがね4時49分というなんか不吉な時間に起きちゃいました。というか寝坊なんですけど、まあもともと僕の電車の時間を勘違いしてたっていうのでねバタバタしちゃいました。5時10何分だって思い込みでねバタバタしてたら5時34分だったんで電車がね全然合うんですけど、まあ時間には余裕を持って行動するっていうのが大事ですよね。今日は、5時30、まあ、それを乗り遅れてもよく、まあいいや、まだ頭がね、回ってないんで、はい、5時34分の三原から一回糸崎に行きまして、で、糸崎から始発の通勤ライナーという快速電車に乗って、広島に向かいます。広島までの間、昔ですね、峠越えの難所として知られた瀬の八というところを通ります。明るい時間帯に瀬の八を通るのは初めてなんで、その区間だけでも撮影しようかなと思っております。まあ今日はゴールが大阪の18時何分だったのかな、まあ、そんな時間なんでね、今日乗り切れば今日は一息入れられますんで、まあ、頑張りますということでよろしくお願いします。やっぱり西に行くとね夜明けというのは少し遅くなるものでして、この間出発した時東京東村山は、まあ、日はだいぶ短くなったといえ4時過ぎからは明るくなってたんですけど、まあ、三原は5時過ぎでこんな感じで18切符もですね、5回目の有効の今日で3つ目の、スタンプをしていただきます。初日は東京駅、2日目は昨日八幡浜駅で今日は三原駅です。ということで、入ります。すいません、おはようございます。お願いします。はい、おはようございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。三原のスタンプが押されました。全部福山通運の、コンテナの貨物列車でした。今日最初に乗る電車はまた黄色い電車の115系でございます。マントミまで行く電車ですが、私は次の駅の糸崎で降りて糸崎から始発の、広島行きの電車に乗ります。真っ黄色というふうにも言われてます。福山から一駅だけ電車に乗って糸崎に着きました。糸崎というねこの駅非常に歴史のある駅でございます。この糸崎の上の字体とかを見るとねおそらく開業当時のものではないかと思われます。駅の周りね去年も来た時に何もないということで唯一そのセブンイレブンさんぐらいですね、それしかお店がありません。もし何か青春18切符とかでね、時間があって何か食べたいなと思われるんだったら糸崎の前後ですね尾道もしくは三原で、乗り継ぎをされた方が便利かもしれません。まあ、ただこうやった歴史的にね大変価値ある建物駅などをご覧になりたいということでしたら、こちらでね、1回降りて、昔の古き良き鉄道が栄えた時代を、感じていただくのもよろしいかなと思います。特にこの、電車が止まっているところとかはねおそらく昔の機関区とかそういった名残だと思います。大変広い敷地を、持つ糸崎駅でございます。向こうからですね向こうには広島地区で活躍するレッドウィング、それから左にはですね、この糸崎から岡山方面に、活躍する真っ黄色のこのいろんな電車が止まっております。糸崎というところに来るとですね今令和3年2021年なんですがとてもじゃないですけどこのようなね115系がいっぱい止まっているというこの状況を見るとですね、
何かタイムスリップしたような感覚がいたします。こういう古い駅舎と相まってね。でただこれから広島まで向かう電車はこの、227系、JR 西日本でも新しい部類の、広島まで向かう快速電車です。新快速の223とか225系とかとほとんど同じような顔つきで中もね似たようなもんなんですが、ただやっぱり古い作りなんでね、こうやったホームの作りとかそういったものも見ていただくと糸崎で鉄道の歴史なども感じていただけるんじゃないかなと思います。今日はね、あの時間に少しまだ余裕があるので向こうまで行きたいところなんですが、もうちょっと顔もね、顔はもうちょこっとだけ212と似たような211と似たような顔してるんですけど、瀬戸大橋が開通した時に、岡山と高松までを結ぶマリンライナーとして最初に活躍した213系でございます。2扉の転換クロスシートというのが特徴の、電車です。瀬戸大橋線でですね、まあ、使用の影響などで、まあ、割と短い寿命で、瀬戸大橋線からは引退してしまったといういきさつがあるんですが、まだですね、まあ細々と活躍はしております。廃車にはなっておりません。通勤ライナーの広島行き、ただいま糸崎を出発いたしました。広島到着が1時間ちょっと後になる C なんで、7時39分とかだったのかな、まあ、こんな感じの広い電車区なんですよ。おそらく昔はいっぱい機関車が止まってたんでしょうね。私勘違いをしておりまして、あの通勤ライナーの広島行きってあれ呉線回りだったんですよ。でこちら岩国行きなんですけど、これに乗らないと瀬の八通らないんで、まあ、これに乗り換えました。一番難所だったとされる瀬の八湖と八本松と瀬野の間を全面展望でご紹介させていただきます。今は電車で、ね、楽に勾配を降りたり登ったりするところなんですが、機関車で運転されていた時代は必ず、編成の後ろにですね、補給をつけて、押してあげたり、また下り坂だとそのなんていうんですかね、転がりを抑えるのにも非常に難儀したと言われているところでございます。速く通過して、すれ違ってきました。
今広島に到着いたしました。岩国行きの普通電車なんですが、もう岩国に行ってから3日経ったんだなっていうのは なんか不思議な感覚ですね。それと今回瀬野八を含む区間を全面展望の動画を出させていただくんですが、瀬野八の区間は別に撮っていますので、また動画の概要欄に、リンク貼っておきますんで、ぜひご確認ご覧いただけたら幸いでございます。ということで、三原から一回糸崎に行って、糸崎からこの広島までの、この動画は以上とさせていただきます。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter など SNS への拡散もぜひよろしくお願いいたします。